はい、オリックスが命の現役教師大キャノンです。はい、この度はですね、この度はとか言ってますが、今日ね、山川穂高選手のホークス入団会見がありまして、ちょっとそれ見ていたんですけれども、まあちょっとね、この移籍はちょっとまずいっすよね。なんかね、ちょっとやっぱり西武ファンの方の気持ちを考えると、素直になんか肯定できないなっていうのがすごくありますね。やっぱりなんかちょっとあまりにも、なんていうんですかね、やっぱ来年1年は西武でやった方が良かったんじゃないかなってすげえ思いますけど、まあでもね、これもちょっと、まあいろいろね、内部は分かりませんからね、山川選手に対して、まあ西武ライオンズがどういう態度だったかっていうのは、報道でしかね、我々は知ることができないんで、まあもしかしたら、ね、一部ではすごくなんか、ライオンズがひどいことをしたっていう報道もあるし、まああのね、事件の件もね、結局、なんかもうはめられちゃったところもあるみたいだしね、まあ山川選手に同情すべきところはもちろんいっぱいあるんですけど、なんかやっぱりちょっとオリックスの選手がああいう感じで移籍したら、俺は嫌だなってすごい思いました。ああいう形ってなかなかないからね。ないか。まあ山川選手はね、私めちゃくちゃ好きなんですよ。めちゃくちゃ好きなんですよ。去年ね、仙台に連れてってくれたのは山川選手ですから。そこのね、感謝は忘れてません。まあなんでね、とにかく、まあもうこうやって決まっちゃったんでね、もうあとはやってもらうしかないですね。選手として、まあ、山川選手がどんだけ、まあ、見せられるか、まあ、ちょっと本当に西武ファンの方にとっては、まあ、正直どうなってもやりきれない思いしか残らないと思うんですけど、山川選手が大活躍したところで、それはあの西武がやられちゃうと思うんでね、やっぱそんな大活躍したから良かったなんて絶対思えないと思うんですよ。だから西武ファンの方は本当にお気の毒だし、本当にね、山川選手は西武ファンにはひどいことをしたと思います。はい、ただまあ個人的には、まあオリックスね、そのライバルのね、ホークスにまた移籍して、またね、戦えるっていうのはね、まあ仕方がないことだし、もっとね、オリックスホークスが強ければ強いほど、オリックスは燃えるしね。で、またね、これでなんか、まあ、オリックス的には、有利になってるんじゃないかなと思います。まあ、やっぱりやっぱりこれでホークスに対するマークがね、全球団厳しくなると思うんですよ。やっぱり話題にもなってるし。去年もそうだったんですけど、ホークスの80億円補強で、オリックスへのマークがそんなに来なかったと思うんで、3連覇してるのにね、ね、あんまり、またこうやってマークをそらすことができるんで、まあオリックス的には4連覇狙う上ではいいことしかないと思うので、とにかくね、山川選手を抑えてね、もちろんホークスの他の選手も抑えて4連覇するというのがね、オリックスの目標なんで、ぜひね、そこに向けてオリックスは突き進んでいってもらいたいなと思います。まあ他がどうなろうが、特にそれは関係ないと私は思っておりますので、オリックスがどうなるかなので、山川選手がね、こうしてソフトバンク入りましたけど、必ずオリックスが倒してやろうと思いますので、ぜひですね、皆さん、オリックスがね、強大なホークスをさらにねじ伏せるところを、来年も見ましょう。来年は開幕、オリックス対ホークスですよ。はい。一気に、そこで叩いてやる。と、私は思っています。はい。皆さんもですね、このね、山川選手に対していろいろな思いあると思います。
ただね、私一応アンケート、さっきライブ中にアンケートしたんですけど、なんか認める方が多かったですね。うん、なんでまあちょっと一概になんかすごい批判ばっかりかって言ったらそうじゃないかもしれないので、皆さんもぜひね、いろいろね、考えてみてください。プロ野球ファンだとしたら、まあ自分が西武ファンだったら、西武ファンって考えたら絶対にね、まあ、許せないことになってしまうかもしれませんが、まあ全体的な、ね、目とか、まあそれぞれね、自分の感じたい目で、このニュース追ってみてはいかがでしょうか。はい、それではですね、今日は山川選手が、ホークスで入団会見を開いてということで、まあ基本的に選手としては頑張ってほしいって私思ってます。はい、ただオリックスの優勝は防がせないぞっていうのはね、間違いないんで。はい、それでは皆さん、またよろしくお願いします。